はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回はパワープロ2020栄冠ナイン続きをプレイしていきたいと思います。まあ、なんとかね、夏の甲子園大会を優勝するまではプレイを続行しようと思ってまして、今回がですね、夏の甲子園大会は2回目、春夏通じて3回目の出場となります。で早速、スターティングラインナップご紹介しておきましょう。まず1番の安田くんですね、ミートが高い万能型の選手になっています。2番立石くん、ミートが S。 そして3番新井くん、もうすぐねパワーが100になるというね、まあ一発が期待できる選手になっています。阿部比も持っています。4番には田上くんですね、こちらもパワーは S、 威圧感持ちです。で5番草間くん、キャッチャーがね D 止まりなんですが、パワーが S、 広角打法持ちです。で井端、ミートパワーともに S なんですが、打率がねちょっとまだ上がってきていません。この先はですね、ご覧のような得のたくさん持ってますので、この中からですね一つ二つでも覚醒をしてもらえれば嬉しいなというふうに思っています。で7番町田くん、ミートパワー B ですね、守備に少し難ありです。8番角井くん、対変化球もある。意外性がね、ついてないんですけど、あります。守備には難ありです。で、先発は森笠。球速158キロ、スタミナが A です。シュートスクリューを持っています。で、あと2枚看板ということで、金子。こちらが球速160キロも超えてますね。で、天聖プロの藤本はね、ちょっとまだ、スターティングラインナップには入ってきていないという状況ですが、まあ来年以降ね、頑張ってもらえればというふうに思っています。ではこれで甲子園頑張っていきましょう。1回戦目の相手ですが、和歌山県代表ですね、総合戦力が B、まあ、これといってズバ抜けた選手は見当たらないようなんですが、すでに1点先制されています。1回の表、今回の張り切りボーイは田上君ですね、4番です。パワー S、 一発は当然期待するんですけど、まずはこの点差を離されないいいようにですね、森笠君に頑張ってもらいたいなというふうには思っています。でこの回先頭打者ですね、まあ、一発を狙っていきましょう。まあ当たれば当然ね、ホームラン性の当たりっていうのは期待できるので、まずは芯でしっかり当ててもらう。はい、6回の裏、2対0と点差をね1点広げられた6回の裏の攻撃になります。ノーアウトランナー2塁ですね。ここを一発狙いでいきましょう。中島くんがどうなんだろうな。結構、まあ、いい選手なんですかね。確認しておきましょうか。中島くん、でも乱調持ってるしな。ただ、変化球が多いな。4球種持ってますね。パワーカーブ、速球が150キロですね。ここは威圧感出していきましょう。流し打ち、追い込まれてから打ち上げてるな。まあ、これだけ、変化球で多彩に投げられると、確かにどの球をね、狙っていくのかっていう狙い球の観点でも難しいかもしれないですね。スコアラーがね、プロ野球選手みたいにたくさんいるというわけではもちろんないと思うので、狙い球が絞りにくいなっていう、まあ、そういう状況かなとは思います。まあ、ただ、このままね、打撃チームであるこのチームが0点で終わるというのはなんともな、悲しいからな。点は取りたいですよね。これはどうだ、安田の足でセーフ。さあこれで上位打線ですね。立石君、ミートエースパワー B 出てほしいけどね、つないでほしい。ここはただセカンドゴロ、だいぶ戦術使っちゃってるからな。この後が苦しくなってきましたね。何も手が打てないな。これはよし、こういうラッキーの場面をねしっかり生かしたいですよね。ただここ送りバントする場面なのか、ワンヒットで2点返せる場面に
するかどうかっていうのをちょっと考えたいな。選手がみんな確かに調子悪いんですよね。草間くん、井端、町田、角井くんはもうやる気ゼロだな。いや、ここは強行でいこう。2点差ですからね。うわ、ゲッツーだ。いやー、送りバントだったかな、今の場面はね。さあ、井端ですが、これは追いつかれるか、追いつかれる。もう一伸びあればというところでしたけどね。9回の表。さあ、ここは絶対に点を取られちゃいけない場面なんですが、ワンアウトランナー二塁ですね。これはしっかりさばいてほしいけど、大丈夫だね。守備をね、鍛えてませんからね。伝令送っておきましょう。9回の裏の攻撃にね、つなげるためにも、ここは、0点でしのぎたい。お、ピッチャー変わってくれたな。この沢口くんっていうのがどういうピッチャーなのかだな。球速144キロ、スロースターター。で、3球種持ち。144キロか、決して速いっていう選手ではないので、速球がね、ここは流し打ち発動してますけど、引っ張っていきましょう。これは落ちるだろう。よし、5点ヒット。で、角井君、やる気がなさすぎるけど、調子が2段階アップすれば、普通になるよね。意外性、本当にありますからね。うわ、ゲッツーだ。危ない。いやいや、ゲッツーだ。いやー、ことごとくここがダメでしたね、今回は。采配がね、良くなかったですね。完全に監督の采配ミスだな。まあ、1点ずつ返していくっていう意味では、やっぱりあそこは送りバントをするべきだったんですかね。出直していきましょう。はい、では秋のね、大会これから進んでいきます。3年生抜けてまして、1番安田くんは変わらずですね。で、2番に天生プロ藤本、チャンスメイクしてもらいたいと思います。ただね、チャンスには弱いので、この後ね、まあ、OB と練習してチャンスは F を消していきたいかなと思っています。で、3番角井くんですね。で、4番には朝原くん、パワーヒッター持ってるので座ってもらいました。走力、守備力を少し上げていきたいと思ってます。で、5番小松くん、広角打法持ちです。で、盗塁 A 持ってるので、走力をこの後小松くんはね、鍛えていこうというふうに思ってます。で、6番町田くん、7番犬伏くん、で、8番、1年生ながらキャッチャーを藤枝くんに任せようと思います。キャッチャー B ついてるので、これもキャッチャー A まで上げていければいいかなと思っています。先発は横山、未だにちゃんと理解してない天性 OB ですね。牽制丸。で、コントロール、スタミナ D なんですけど、スプリットが5。で、スライダー、カーブが2、1なので、変化量をそれぞれね、もう1段階、2段階上げて、コントロール、スタミナを上げていこうかなと思っています。では、これで、1回戦目、プレイしていきましょう。1回戦目の相手はですね、君津高校ですね、総合戦力 E。で、ここは一周しておきましょう。はい。1回戦目は4対0と、前半ね、少し苦戦したんですけども、難なく勝利しています。あと、下位打線ですね。7番、8番が機能していないかなという感じがするので、下位打線のね、選手にも頑張ってもらいたいので、打撃系の練習をね、重点的にやってもらおうかなと思います。では、続いて2回戦目、進んでいきましょう。では、続いて2回戦目ですね。いすみ高校総合戦力 C。まあ、我々のチームと拮抗しているぐらいの力かなと思いますので、ここを勝ってですね、まず地方大会に進んで、春の甲子園大会出場できるようにしておきたいかなと思います。4大会連続ってなってくるとね、もう名門中の名門と言えると思うんですけど、まあ、戦力的にはね、やっぱりダウンしているので、まあ、微妙なね、こういう総合戦力 C とか B とかっていう高校相手にどう戦っていくかっていうことになるかと思います。はい。8回の裏ですね。エラーが絡んで逆転された裏の攻撃ですね。魔物が使えるので、安田くんなんとか魔物を使ってもらって、逆転しておきたいと思います。
確実に逆転して点差を広げておかないと、まあ、心配な場面になってくるので、まあ、あの転がしてね、こういう、ね、プレーで、まあ、どうなんだというのもありますけど、まあ、背に腹は変えられないので点を取っておきましょう。はい、9回の表ですね。結局逆転するのが精一杯だったので点差は1点だけですね。このリード1点を守りきっていきましょう。もうすでに伝令も使い切ってますので、もう横松くんにかけるしかない。ホームランがね怖いんですが、こういうボテボテの当たりだとね、まあ、安心して見てられますね。これは犬伏くんが丁寧にキャッチしてほしい。これで県大会突破で、続いて地方大会の方に駒を進めていきましょう。はい、では地方大会1回戦ですね。栃木の佐野電工との一戦になります。今回も4番浅原くんが張り切りボーイですね。パワーヒッター持ち、まあ、ここまでねホームランあんまり出てないんですけど、まあ、パワーをもう少し上げてホームラン性の当たりが出てくればね、パワーヒッターが生きてくるかなというふうに思ってます。まあ、ただね打率も1割台低迷してるんで、まあ、打順を少しいじってもいいのかなっていう気もしますけどね。どうなんでしょうね。9回の表、3対1と2点リードの場面なんですが、ここに来てですね、ノーアウトランナー2塁というピンチですね。4番貝塚君というところなんですが、ここはまずアウトカウント1つ増やしたいなというところで同点ツーランホームラン持ってかれたな。では裏の攻撃ですね。ここで試合決めたいな。引っ張りでいきましょう。まあ取られた、部分に関してはね取り返していくしかないので、7番の犬伏君のとこですが、送りバント、いやー送りバントかな。送りバントしてスコアリングポジションに、ランナーを、ね、進めておきましょう。で8番の藤枝君はねキャッチャーの能力高いんで外しづらいんですよね。代打を、まあ出しづらいという特性上ですね。このまま行きましょう。よし抜けた。まずい守備のおかげで藤枝くんがさよならヒットですね。では次の試合に進めていきます。はい、では次の試合ですね。総合戦力 B、 山梨県の甲州東高校っていうのかな、相手になっています。一点ね、安田くんが先頭打者ホームランを打ってくれたので、リードしている展開で、3回の表になりますね。ここは打ち上げて、ショートへのフライデー。はい、9回の表。1対1同点ですね。ここはサヨナラ負けを食らう可能性のある9回の裏の敵のね、攻撃があるので、勝ち越しをして逃げ切りを図りたいなというところなんですけどね。堀川くんのデータ確認しましょうか。相手のピッチャーの堀川くんですね。速球は155、スライダーとドロップカーブが変化力5ですね。シンカーも持ってます。まあなかなかの選手だな。特能こそ持ってないですけど、変化量が5ずつある変化球が2つ持ってるっていう時点で、まあ打ちづらい強い選手ですよね。6番の町田くんですね。でここは惜しみなく使っていきましょう。広角打法を持ってますね町田くんは。さあ2アウトからヒットで出てくれたので、ここからの下位打線ですね。2アウトので、まあ、何かっていうのはないんですけど、まあ、ヒットエンドラン、長打が出れば帰ってこれるっていうね。ここはただファーストライナーで。さあ横山くんですが、もうここ120球超えてますので横松くんに変えましょう。ただ横松くんね、スタミナが G なんで長いイニングは投げられないんですよね。なので、うん、抜けた。これはツーベースになるぞ。まずいな。ツーベースヒット先行チームサヨナラの
ランナー一人を置いて迎えるバッター。そうね、サヨナラのピンチですね。ここは気迫と気迫のぶつかり合いになっています。打ちました。ここは三振が欲しいな。よし、三振。横松くんはね、結構三振取ってくれるんですよ。なので三振をね、ポンポンと取ってくれれば、これは抜けた、サヨナラ負けた。まあしょうがないですね。ちょっと春の選抜出場は難しいかなと思いますけど、夏のね、甲子園大会向けて新チームまた作っていきたいと思いますので、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。